はい、では今回は、えー、新馬線の勝ち馬のの解説をしていいいきたいと思います、えー、今回の対象は芝レースそして1月18日19日の、えー、芝マイル以上の3レースに限定して紹介していきたいと思います。えー、まずはですね土曜日小倉芝 2,000m を勝ち上がったスペードエースについて解説したいと思います。こちらお父さんがワールドエ、えースでお母さんが春ワソングということで。 まあ、春はソングというと、まあ、有名な血統で、えー、こちらですね、えーまあ、一番有名なのはやっぱり「ハル・ワソング」の3句の「ハ、え、ル、ー・ワスイート」から「シュバル・グラン」「ビブロ・スビル・シーナ」のこの G1 場、えー、の兄弟が出ているってこというところが一番の協調材料で、まあ、同じ「ハル・ワソングの」からは「マーティン・ボロ・フレイル・ジャック」が出ていてこちらともにディープ・インパクト3クなので、まあ、この「スペード・エース」は お父さんがワールドエースということなので、まあ、四分の3同穴ということで。まあ、この辺りの成績と比較していくと、この馬の将来が、見通しやすいかなと思いますね。まあ、そしてですね、ワールドエース産駒というのは、まだサンプルこそ少ないですけど。まあ、母父にスピード系の、まあ、マイラーから短距離系の。血が入っている馬の勝ち上がりが目立っていて、まあ、まだ二勝している、まあ、たった一頭しかいないので。まあ、大物を出す確率というのは、まあ、今のところは低いんですが。 まあ、とにかく母・父にスピード系を持ってくると勝ち上がり率は高いというところが、えー、共通していて、まあ、このスペード S も母・父がヌレーフということで、まあ、ヌレーフというのは基本的にそ、えー、ヌレーフ自身もマイラーでしたが、まあ、代表的な3区なんかもブラックホークだったり、えーまあそうですね、マイラーが多いというところが特徴なので、まあ、その辺りの傾向に合致したというところはあったと思いますね。でまあ、配合のののポイントとしてははお父さんはワールドスいうのは、まあ、クロスの インブリードの弱い血統なので決して主張の強いタイプのお父さんではないので、まあ、お母さんのタイプに応じていろんなタイプがこれから出てくると思いますけど、まあ、そういった意味ではこの主張の弱いお父さんに対してこの世界的なに有名な「ハルワソング」ま「あ、グロリアソング」からの品系ということで、まあ、この品系の要素がストレートに出やすい配合になっていると思うので、まあ、こう全体としては悪くない配合で、まあ、今後も。 いい活躍をすると思うんですが、まあ、馬券的にどんな風に付き合っていこうかなっていうことを考えた場合には、まあ、やっぱり今回小倉戦を勝ったのはこの、えー、まあ割と緑ペースで上がりのかかるような展開で、まあ、小回りを差してきての勝ち上がりだったので、まあ、やはりワールド S3 区ということもあってこうドイツ系の系統でもあるので、まあ、やや瞬発力に不安があると思うので。 今後ですね、スローの戦いにおいて負けてそして人気を落とした後に、まあ、上がりのかかるような展開ですね1800から2400ぐらいのレンジで上がりのかかる展開でこそ、えー、馬券妙味が出てくると思うので、まあ、この馬がスローなレースにおいて負けて、えー、上がりのかかる展開っていうのが馬券的な狙いどころかなって思いますね。 次が日曜日の中山ですね中山芝 1600m を勝ち上がったルフトシュトロームを見ていきたいと思います。こちらお父さんが金シャサの軌跡お母さんがハワイアンウィンドということでアルファリリーの兄弟なんですがこの青いところにチェックしているのはこれノーザンダンサーの系統でこの馬のポイントはノーザンダンサーの血が薄いお父さん金シャサの軌跡に対してこのハワイアンウィンドというのは ノーーザンダンダサーこの4本ですねもう少したどれば、えー、グリーンダンサーがいるので5本のノーザンダンサーの血を引いているという意味でノーザンダンサーの薄い守護場にノーザンダンサーの濃いお母さんということで、まあ、この現代の競馬において必要なノーザンダンサーの血をうまくこうバランスのとれた形で取り込めているというところが、まあ、大きなポイントだと思うんですが、まあ、まず兄弟ですねアロハリリー。えー、この間 愛知杯負けてしまいましたけど、まあ、こちらも御勝馬ということできょうだの質は高いと、まあ、そしてこれ、えー、ウィンド・イン・ハー・ヘアの系統なので、まあ、近親がもちろんディープ・インパクトブラック・タイーということでもう、えーまあ、王道中のというか、まあ、間違いいのない品系ですよねで。そして似た配合としてフランジ・ベントという馬がいましてこちら4分の3同血で、えー、同じく金車さんの奇跡に対してこちらのフランジ・ベントはお母さんが、えー ということで、えー、まあ4分の3凍結の結形ですよねこのルフトシュトワールから金亀を抜いた形の配合になっていてこちらも芝1400を勝ち上がっているようにまあ金社さんの奇跡3区というのはダートでも走れますけどこの系統やっぱり芝に強いこのイギリスの王国王室系統をつけると芝で走るというところが、まあ、共通点としては見られますよね。で配合のポイントは先ほど申し上げたように。 ノ、えー、ーザンダンサーが希薄な金車んの軌跡に対してノ、まあ、ーザンダンサーを5本弾いているお母さんというところでこう全体の配合バランスとしてはいいんですよね。ドインドハーーヘアのファミリーということで、まあ、当然そこがもうまあ最大のポイントですよね。まあ、金車んの軌跡自身もそうです、ね、その主張のそこまで強くない脂肪なのでこういったウィンドウインハーヘアのような。 まあ芝に強いファミリーをつけるとこういう芝の勝ち上がり馬も出やすいというところでまあそういった意味ではお母さんの傾向に対して素直なところは出ていると思うのでまあそのありりははかりやすすいい芝ではあると思いますねでこのルフトシュトワールですね今後の馬券的な使い方としては付き合い方としては今回の勝ち方双方,からを双方なんかを見ても決してこうしなやかなところはないのでまあ芝向きとは言っても距離が持つようなしなやかさを持ち合わせていないと思うので。 まあそういった意味では1,400から1,600っていうのところがやはり距離のレンジとしてはそうだろうと思いますし、まあ、今回のような時計のかかる中山芝コース荒れ,れたような芝をこなだこなしていたのでまあここら辺は、まあ、ちょっと未知数なところはありますけどまあまあメンバー次第では十分もう一回勝てるっていうようなレベルだと思いますね。 最後は京都芝 1,800m のアドマイアビルゴですねこの高額取引場ということで注目を浴びる馬ですけどもお父さんディープインパクトに対して母がイルーシブウェーブということで兄弟にも超高額馬がいてとにかく話題性のある馬ではありますよねでまあ兄弟がですね里のソロモンこちらまだ一生馬ですけどもまあまあこれから先々が 面白そうな馬ではありますよねただこの馬が超大型馬だったことに対して今度はかなり小さめな、えー、形に出たというところでまああまりこう謹慎に,なな、ねまあ、には一徹がいて、まあ、短距離で活躍したインビジブルスピリットの3句ですけどこちら6首を挙げているので、まあ、その近親ファミリーからは決して、えー、すごい馬が出ているような品系ではないのでまああまりこの血統的な強調ではないんですが。 で同じディープ・ウン・サンクの中でですねざっくりと似た配合を探してみるとレッド・ランディーニアプランドラあたりがまあ微妙に近いかなって感じであまり似た配合はいないんですよねこの2頭例えばまあゴーン・ウエストを持っていることだったりニジンスキーだったりブラッシングルームっていうところで、まあ、共通項はいくつかあるというところで挙げてみたんですが、まあ、そういう意味ではちょっとこう似た馬がいないという意味では参考にしづらい配合の馬ではありますよね。 でまあ、配合のポイントとしてはですねやはり母土がイルシブクオリティの系統ということで、まあ、こちら7とこのアドマイアビルグを含めて7とすべて勝ち上がっていて、まあ、その中には k i ノーテックやショーナーデラといった G1 馬を含んでいるので、まあ、かなり、えー、勝率の高い配合なのでかなり期待感はありますよね、まあ、ただですねイルシブクオリティのこのお父さんのゴーンウェストこのゴーンウェストディープ×ゴーンウェスト系というところに限れば、えー、決していい ディープサンクととししててはバほとんど出いいないですしこのイルーシブクオリティを経由しないと G1 ーが出ていないのでゴーンウエストの血の弱さは若干あるのでディープサンクの配合としてはちょっとえーまあデータ上は物足りないなっていうところはありますよね。で実際この馬の勝ち方双方なんかを見てみてもえちょっとこうディープサンクの王道とはちょっと遠いような。 インパクトの小さい勝ち方でもありますしこうえまず胴が短くてこう足先だけで走るような形でピッチ走法なんですよね。まあ、決して大物感を感じるようなえ馬体走法ではないというところで、まあ、メンバーレベルの低いようなレースならえ勝ってもいいかなと思うんですが、まあ、とは言ってもやっぱり騎手だったり、まあ、いろんな面で人気のしやすい馬だと思いますから。まあこう 基本的には疑ってかかるべき存在かなと思いますね、まあ、今回新馬戦、まあ、後発から後位置を取ってというところで、えー、勝つことできましたけど、まあ、実装ですね、まあ、普通標準的なメンバーだとかなり怪しいんじゃないかなと思うので、まあ、今後 <laughs> え馬券的にはこれを切ることで馬券妙味を狙っていくというような付き合い方がいい馬かなと思いますね。 今回は一応ですね、この3頭をピックアップしましたが、今後も新馬戦で勝ったえ、まあ、クラシックに出てきそうな1600以上の馬を取り上げていくので、まあ、ぜひ、えー、チャンネル登録だったり、いいねをよろしくお願いします。